元気もりもりまりちゃんです。届ける花丸、なえまるです。今日紹介するのはこちら、ちいかわフォンです。全国のちいかわファンの皆さん、すごいものが登場しましたよ。このちいかわフォンは動画撮影やミニゲームなど57アプリも入った機能充実のスマホトイになっております。 57! 興奮しすぎてナイマルがウサギみたいになっちゃった。大変なことですよこれは。ね、めちゃくちゃ遊べるのよ。ということで早速2人でね、ちいかわフォンの魅力をたっぷりと遊び尽くしたいと思います。それでは早速やっていこう。パパにじゃあ電源をつけて遊んでいこう。わー、早速ちいかわたちがお出迎えしてくれました。かわいい。かわいいね。このちいかわフォンは裏面にねタッチペンが収納されているので、このタッチペンを使って画面をタッチして遊んでいきます。ねえねえモニちゃん、ちいかわとかハチワレとかウサギの耳があったと思うんだけど、はい、それって何に使うの？ちいかわフォンの上にカシャッとつけると面白いことが起こるから、ちょっとやってみようか。じゃあ耳アクセをつけていくよ。おお、ちいかわの顔が出てきた。すごいでしょ。かわいい。タッチしたりなでなでするとちいかわが反応してくれるんだって。ちょっとやってみるね。ちゃん、あら、なでなでなで。うわー、反応してくれるんだ。そう、嬉しい。しかもね、あ、わかるかな。こうやって傾けるとこう反応してくれて、じゃじゃじゃーん。あー、逆さにすると嫌がるの。泣いちゃってた。そう、泣いちゃうの。そして顔をビヨーン。ビヨーン。楽しい。そう、こんなこともできちゃうし、ツン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 。あ、お。はい、ツンツンしすぎるとちいかわが怒っちゃうんです。怒っちゃうんだね。そう、ちょっと怒った顔も可愛いからね、ちょっと、ついついねツンツンしすぎちゃうんですけど、このモードでは他にも遊ぶことができて、じゃーん、いっぱい出てきました。ご飯とかゲームとか、お着替えさせておしゃれを楽しむこともできるし、これね、湧きどころですよ。湧きどころか、はい、ショップでお買い物をしたりね、いろんな遊びを楽しむことができちゃいます。ということで、ご飯食べさせたいよね。食べさせたい。はい、いっぱいありますよ。いっぱいあるね。どれがいいな、いまる。そうだな。こっちにもあるよ。え、タコさんウインナーとかどう？あ、いいね。はい、食べる。あ、減ってる。食べてる食べてる。美味しかったみたい。よかった。今ご飯をあげたから満腹具合がね1個増えましたよ。おー、こう見てすぐ分かるのがいいね。ね、で他にもね、おしゃれさせることもできちゃいますよ。おしゃれ。うわー、いっぱいあるでしょ。迷っちゃうじゃん。まあちょっとね、こういうさすまたとかつけちゃおうかな。うわー、いい。これぞちいかわだ。ね、しっかり持ってるよ。ね、え、もっといっぱいおしゃれさせちゃおう。ひげとか合うんじゃないか。じゃーん。かわいい。かわいいよね。すごい、オリジナルでコーディネートできるんだね。そうなの。あ、ふーんって。ふーん。つけひげつけてるからいつもより力強く見えるね。じゃあ、なえまるにバトンタッチして、はい、ハチワレにしてみよっか。次はハチワレにじゃあしてみましょう。よし、じゃあつけるよ。おー、出てきたね。これまた可愛いね。あ、あら、なんか、なんか始まった。いきなり討伐が始まった。すごい、びっくりしたよ。おしゃれコーデでね。どんなハチワレになるのかな。どうしようかな。なんかいろいろ悩むんですけど、やっぱね、あのこれかな。あ、リボンブルー、星ついてるやつ、これをじゃあつけます。あ、かわいい。かわいい。めちゃめちゃ似合ってるハチワレ。手にも持たせたいかも。私ね、音楽好きだから、ちょっと、お、いいね。ギターだよねこれね。おお、つけます。弾いてるね。
つ歌ってるのかな。ねえ、ゲームやってみようよ。じゃあゲームを、えいっ、おいっ、海、あっち見て、ほい、ビッグアスモール、すごいいっぱいあるよ。そうなの。じゃあグミ食べたい、やってみます。どんな遊びだろうね。いくぞ。さあどうだ。あ、なるほど。あ、口に運ばれた。あ、頑張れ。あーい、あー、一個一個、あー、一個いけー。あ、食べた食べた食べた。うわ、楽しい。コインをタッチしてね。コインタッチ、コインタッチ、コインをタッチタッチタッチ、コインタッチタッチタッチ。おー、いっぱいゲットできました。やったね。楽しい。こう角度つけるのめちゃめちゃ楽しかった、ね、うん。それではウサギでも遊んでいきましょう。やった。ウサギのね、これがすごい好きなの。あ、かわいい。ぼよんぼよん。ツンツン。あ、いいよ。ごめん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 。怒ってるよ。ウサギ怒らしちゃった。じゃあ、うさぎもおめかしおめかし、おめかしおめかし、メガネいっちゃおうかな。お、いいね。ちょ、メガネ結構種類あるね。あ、ほんとだ。丸メガネ。あ、サングラスもあるね。サングラスもある。どれがいいかな。え、ちょっと丸メガネにしてみよう、うん、気になる。あかわいいかわいすぎる。丸メガネから目がクリクリのお目々が見えてるよ。ね、ちょっと私手に持たせたい。何がいいかな。ん、あ、この不思議な杖。うわうわ素敵、かわいい。この状態でもボヨーン。ゲームで遊んでみますか。うんうん。じゃあ私はですね、目覚まし10。目覚まし10、はい。ん、寝ているチーカーたちを起こしてあげよう。スタートしたら10秒経ったと思ったら本体を振ってね。ドキドキモモンガが出てくるけど惑わされずに10秒ぴったりでちいかわたちを起こしてあげてね、ということで。おお。一緒に10秒数えよう。よ。1、2、3。あ、まだだった。あ、まだだった。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あれ、あ、意外とだった。10秒だったんだ。ちょっと体内時計自信あったんだけどな。あれ、イエーイ。こうやってお世話をしていくと友達ランクが上がっていきます。で、友達ランクが上がるとキャラクターのプロフィールをゲットすることができます。こんな感じでたくさんのプロフィールをゲットできます。なんと種類は30種類もあるんだよ。そう、これコンプリート目指したくなっちゃうよね。頑張っちゃう。今遊んだお世話以外にもチーカー法にはたくさんのアプリが入っているので、ちょっとアプリ見てみましょう。じゃじゃーん。おー、すごいいっぱい入ってるね、うんうん、目覚ましとかもあるし。うわー、起こしてもらいたい、ね、計算機とか時間割みたいな、こう便利なアプリも入ってるね。すごい、本当にスマホっていう感じがする ね。ちいかわガシャだったり、うんうん、マイプロフにミュージック、すごいすごい。お絵かきとかもできるんだ ね。お絵かきもできるんだ。そしてね、待ち受けを変えることもできるんだね。覗いてみようか、うんうん、うわ、いっぱいあるんだ。あ、この中から選べるんだ ね。ちょっとせっかくだからこれに変えてみよう。他にも、わお、出ました。このチーカーホンはここにね、カメラがついているので、このカメラで遊ぶこともできるんだね。すごい。イケムービー気にならない？気になるね。ちょっと後で一緒に撮ろう。うんうん。わー、しかも労働のアプリもあるよ。すごい。え、鎖尻とか動物とか、うわー、いっぱいあるね。楽しそう。やりたい。いいね。え、脱獄脱獄気になる。物騒な。他にも、おお、え、心理テストとか謎解きってすごいね。ねえ、スタンプカードもあるね。ねえ、うわー、すごいいっぱい遊べるんだ ね。
じゃあ早速ね、この中からね、いろんなアプリで遊んでみたいと思います。じゃあね、さっきいろいろ見てて気になった私メッセージ、これ気になるんだよね。気になるよね。これやってみようと思います。えい、おお。あ、誰とメッセージするか選べるんだね。選べるんだ。え、うわいっぱいいる。えぇ、カミちゃんとかもいるし。ほんとだ、すごいいっぱいいるね。どうしよう、流れ星もいるし。えぇ、あ、真ん中、モニちゃんのね、大好きなクリオンジュが、そう、大好きな、じゃあクリオンジュ行ってみましょう。よしよし。おお、なんか本当にすごい本格的だね。ね、じゃあちょっとメッセージをポイッと、おー、ここで打てるようになってるんですね。ここを押すと、おお、もう言葉がこうやって選べるようになってるんですね。ね、どうしよう。最高最高。よし、送信。かわいい。キラキラしてるね。じゃあ他の人にもね、送ってみようかな。じゃあ C さん。お、なんか、うん、なんかここにもあるね。あ、こっちからもスタンプ押せるんだね。送れるんだね。あ、行ってきます。晴れてこれちょっとポンポン。あ、行ってらっしゃいの顔かな。ね、あのスタンプのやり取りができるんだね。かわいい。おい、気になる。テレフォンってね、電話できるのかな。ねえ、おお、じゃあモモンガ電話しよう。お、発信中。出てくれるかな。モモンガ、慰めて欲しかったのね。あー、かわいい。ね、すごいね。でも番号がさ、うん、クリマンジュだったらごくごくみたいな、うんうん、なんか覚えやすい番号になってんだね。いいね。鎧さんもいるね。鎧さんになってる。鎧さんすごい。じゃあちょっと鎧さん4613ってなんかちょっと特徴的だから、うん、こっちでかけてみようかな。ドキドキ。やらいさん出るかな？出るかな？あ！これは私の作品です。私の作品です。ポシェットの鎧さんが。うん。うわあ、これ嬉しい。嬉しいね。なんでいろいろ見たんですけど、やっぱちいかわ SNS も気になります。気になるよね。ね、だよね、やっぱ SNS。見てみましょう。うん、えい。お、すごい。虫が出たんだ。本当に SNS 見た、写真がついてて虫が出た、タグがついてますね。あら、お寿司食べたんだ。いいな。いいね。うわー、あ、お手伝い。偉いぞ、うさぎ。ね、あ、チーカーもいるね。うん。そして。トルティーヤ。トルティーヤ、かわいい。かわいい。お、あら、わ、ロウ食べてるじゃん。食べてるね。もうほっぺたが赤くなって、汗かいてね。ねー、うわー、こうやって SNS が見れるのも嬉しいね。ね、嬉しいね。じゃあカメラ機能でも遊んでいこう。やったやった。じゃあこのフォトだね。うんうん。あ、なるほど。フレームが選べるんだ。へえ、すごい。あって、かわいい。かわいい。めっちゃ、え、めっちゃ種類ある。めっちゃ種類あるね。どれで撮る？うわ、迷う。え、いっぱいあるじゃん。いっぱいある。え、超かわいい。え、どれがいい？え、どれがいいかな。あ、でもこれもいいな。これもいいね。これいいな。これいい。これ。あ、じゃあこれにしよっか。はい、チーズ。Yes! 今撮った写真をデコることもできちゃいます。お、このペンで、あ、色選んでね。そう、色もいっぱいあってね。すごい。なんて書こうかな。あ、そうだよね、ママに。イエーイ、いいじゃんいいじゃん。スタンプもいっぱいあるんだよ。すごいね、本当にいろいろ好きにデコレーションできるね。そうなのよ。じゃあねにする。何がいけね。じゃあハート
ートにしようかな。おお、なんか文字のスタンプもあったから。うんうん。大好き。大好き。じゃーん。あ、いい。かわいい。完成。続きまして、私たちが気になってたイケムービー。お、イケムービーね。イケてるムービーかな。曲が選べます。曲とフレームが。おお。あら。あ、いいね。素敵。ノリノリ。おー、かわいい。おー、なんかちょっとスローな感じのムーディーな。おー、いいね。ハート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 。お、ハッピー。テンションが高い感じだね。ね。あら、面白い。このやつでやりたいね。じゃあこれにしますか。うん、イケてるムービー撮っちゃいましょう。はいはい、始まるよ。イエイ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 ヤイ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 アイアイイイフイウアイウイアイイエイイエイアイアイウヤー。はい、撮れました。もう本当にイケてるじゃん。すげえ。え、私たちイケてるよ。これで私たちもクリエイターデビュー。じゃあゲームでも遊んでみよう。どれがいいかな。ちょっとちょっといいですか。え、あ、おつまみパネルマッチやりたいんですけど。これですね、言うと思いました。くにまんじゅうがいるので。はい、じゃあモニちゃんにやってもらおうと思います。じゃあバトンタッチね。はい、やったー。さすがだね。はい、じゃあまずルールを確認しますね。はいはい。あー、なるほどね。うんうん、同じおつまみを見つければいいんだね。おー、よし、オッケー、任せろ。できる。できます。できますとも。できますとも。真ん中から。お、あ、近かった。あれ、あ、よしよし、どう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 。およしよしよし。あれ、これなかった。あ、違うぞ。初めての。あ、来た。よし。本当いい声出してますよ。え、本当はもう来たんじゃない。やったー、できた。やったやった。いいね、クリマンジのはぁーが聞こえただけでちょっと私は満足ですよ。ね、揃うたんびに聞こえたもんね。ね。いや、他のゲームも遊んでみようよ。うんうん、何かやりたいやつありますか。脱獄。あ、これね、気になるよね。でもさ、最初から気になってた。ちょっと、え、じゃあやってみて。やりたい。そう、頑張れ。よし、じゃあやってみましょう。うん、ルールね、見とこうかな。はいはい、ウサギをペンで連打。穴を掘って脱獄しよう。あ、なるほどね。びっくりにね、気づかれないようにしないといけないんだね。よし、わかった。お、洞窟にフライドチキンが飛んできたらペンでタッチすると。あー、なるほど。現在地ね、ここが現在地になるわけ。オッケーです。頑張って脱獄するんだ。絶対する。画面を横にしてね。よっしゃ。よーし。あ、危ない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 。ちょっとヒヤッとしましたが。ヒヤッとしたね。行きましたよ。心理テストをライバルに出しちゃおうかな。なんかいっぱいありそうだぞ。あ、本当だ、数字が。あら、あ、いっぱいある。へえ。あ、なるほど、10個ありますと。うー、じゃあ1から10で好きな数字を言ってください。そうだな、好きな数字は2。あ、じゃあ2。うん、じゃあこれで。はい、何がいいですか。撮ったもの。消えるカメラがあるよ。あ、危ないやつ。危ないやつ。おお、危ないやつが消えた。あれ。おお、はい、あなたに向いている職業は VR クリエイターや CG デザイナーです。あ、いいですね。いいね、だいぶクリエイティブな感じなんだね。うんうん、じゃあ転職だ。
転職だ転職が決まった転職先が決まったおスタンプがもらえたやったいいねスタンプカードをですね、うん、今溜まったと思うんだけど、うん、ここねでここで確認することができて、うんうん、スタンプがいっぱいになると何かいいことが起こるんだっていいことが起こるんだそりゃいっぱい貯めなきゃねそう他にやりたい遊びあるあるんですそれが何謎解きお、やってみるやってみるじゃあね謎解きに挑戦したいと思います解けるのか解けるモニちゃんも手伝ってねはいこれはちょっと待ってわかんない、ちょっとヒント時間44と4が8割れもじゃあ4ってこと8割れが4で4でモモンガとラッコはなんだなんだラッコちょっと何モモンガえモンガ待って分かんない12あれんこれはよよって書いてあるようさぎうさぎょうさぎよぎょ、うんたい焼きじゃん。え、たい焼き。え下の5641はなんだ。な五五五五五。うさよよいよいよい。ヒントゴムよいあゴムちいかはということは。ああなるほどね。ちいかはということは。四がは何えじゃないあこれをあ、うん、あじゃあ、ね、うさうさよウサギよたよあたただた一番最初たたい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 焼き太陽うわあ太陽だいやー難しかったですね。いやまあ本格的なね謎解きということなので、ね、何度でもね挑戦しましょう。そうだね。そうしようまたやろう後で、うん。今日の私たちの頭が冴えてなかっただけだからね。そうだまた明日ならできる。明日ならできる。うん、よしよし。バンダイマニア。めちゃくちゃ遊んだね。ねえいやめっちゃ楽しかったし、うん、あのねまだ遊んでないアプリがあるし。そうあるのよ。こんなに遊んでもまだあるっていうね。そう。遊び足りない。遊び足りないよね。もっと遊びたい。こうただ遊べるだけじゃなくってこう時間割だったりとか、こう目覚ましとかも使えるから本当に日常の中でチーカーフォンを使って、ねうん、ちょっと本当に初めてのスマホデビューみたいな感じでね、うんうんうん、遊んでみるのも楽しいかなって思ったよね。チーカーに出てくるキャラクターがいっぱい登場するのでみんなもたくさん遊んでみてね。チーカーフォンは8月3日発売予定。チーカーたちと素敵な毎日を過ごしたいって思ったそこの君、バンダイ公式チャンネルのチャンネル登録と高評価で私たちを応援してね。それでは素敵なちいかわライフを、せーの。